広い範囲で今も断水が続き、水道が使えない状況が続く七尾市。市内の住宅街の一角に住民たちで作り上げたある施設が建っています。それがこの仮設風呂です。温かいお風呂で住民がリフレッシュできるようにと先月14日に建てられました。誰でも無料で使えます。お湯加減どうでした？あ、めっちゃ気持ちよかったです。3日ほど張ってないので気持ちいいです衛生面を考慮して入浴方法は湯船には使わない掛け湯式となっています。体が冷えないように室内の温度は30度に保たれています。そんな仮設風呂を作ったのは関東で建設会社を経営する篠原雄一郎さんです。いつも散歩するからここぜひ来てください。そうなんですか。はい。篠原さんは妻の実家のある七尾市に家族で帰省中、大きな揺れに襲われました。町が被災し、地域の人たちと協力して生活する中で、風呂なんか今あったら夢のような、夢だなぁなんていう話で、仮設のお風呂をやらせていただいてもいいんじゃねえかなんてお話になりました。篠原さんは関東にいる従業員と連絡を取り、早速仮設風呂の建設に取り掛かりました。すると地元の業者さんが、おだったら俺手伝ってやるよ、もうすぐ駆けつけてくれて、建築家さんがもう水道もう配管工事なんかもパパってやってくれて、本当ありがたい。皆さんの力があってこれできてるんですよね。また近くで被災した入浴施設が井戸水を提供するなど、まさに地域住民で作り上げた仮設風呂です。今では体の芯まで温まると評判になり、多い時には80人ほどがこちらの風呂を利用しています。暑い暑かった。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。ちょっと暑いってねでも暖かい方がいいのかなと思ってます。僕もやっぱり1週間入れなくてしんどい思いたくさんしたので、ちょっとでもこちらのお風呂が皆さんのためになってくれればなと